はい、まさしです。あれ、ふわちゃんやばいことになってますね。なんかニュースで昨日見たんだけど、なんかやばいことになってるよね。皆さん、やばいことになってるよね。なんかふわちゃんがやすこさんに、なんか死んでくださいみたいなこと言っちゃったんでしょう。やばいよね。まあその後謝罪文投稿して削除したみたいですけど、やばいよね。でなんか調べたら、まあテレビ見てないんだけど、なんか調べたら、まあ、ふわちゃんは4月からカナダのバンクーバーになんか留学行ってるみたいだけど、帰ってきてるのかな、まだ留学中。ちょっとその辺わかんないんで、ちょっと詳しい人コメントで教えてください。まあやすこさんもかわいそうな被害に遭っちゃいましたね。でふわちゃんを擁護した何アンミカさんもなんか炎上しちゃって、もうそのフワちゃんを擁護したなんか投稿もなんかアンミカさんは削除されて、でフワちゃんはアンミカさんに見放されたと、なんかそんなようなことちょっとちらっと見ましたけど、その辺どうなんですかね。ふわちゃんは干されてしまうんでしょうか。このままふわちゃん干されちゃうのかね。皆さんどう思いますか。ちょっとコメント欄で書いてもらえればどうか、その辺どう、皆さんどう思ってるんですか、教えてください。あのね、まあその後のニュースで、まあなんだっけな、YouTuber かな、有名な YouTuber かなんかの投稿で、まあふわちゃんがね、まあふわちゃんが干されても全然痛くも痒くもないみたいな、なんかちらっと書いてましたけど、まあふわちゃんのね YouTube の登録者数がなんか145万人以上だか、ちょっと正確な数字忘れちゃったんですけど、だからね、YouTube の方でそんだけ登録者数がいるから、別にメディアでね、押されても、まあ、YouTube とか、まあ、他の動画配信とかね、そういう SNS とか動画配信とか、そっちでね、ガッポ儲けてるから、全然痛くも痒くもないみたいな、別にメディアで押されても痛くも痒くもないですよみたいなね、そんなことを、まあ、有名 YouTuber が言って見てたみたいですけど、まあ確かにね、まあメディアでね押されてもね、表舞台に出れないだけであって、まあ他のね SNS や動画配信サイトとかね、まあそういうのでね全然登録者数とかね収入があれば、まあ確かに全然痛くも痒くもないですけども、ただね、まあ死んでくださいって言われちゃったね、まあやすこさんはちょっとかわいそうですけどもね、そんなことがね起こっちゃいましたね。まあふわちゃん、まあ自分は好きじゃないんですけども、まあね、明るい陽キャなキャラですけどもね、まあ、ただね、まあ、あんまりね年上の人をね、まあ、小バカにしたりタメ口で話しちゃったり、まあそういうことところがね、ちょっと痛いイメージがありますけども、まあそういうキャラで売ってますからね。ただまあそのね性格が、まあ、天然なのかそういうキャラなのか、まあそういう性格の可能性ね、天然のそういう性格なのかな、そういうの可能性が高いかもしれないですけど、まあテレビ上ねそういうキャラで売ってるから、まあ
でもね、言っていいことと悪いことがありますからね。まあ今後ね、今後フワちゃんがメディアで押されるのか押されないのかちょっと気になるところですけども、まあその辺もね、皆さんの意見をね、コメントなどに書いてもらえれば。ではまた次回お会いしましょう。バイバイ。そういえばさ、そういえば言い忘れたんだけど、なんつうの、フワちゃんって確か英語喋れるよね。昔英語圏の国にアメリカだかカナダだか住んでて、フワちゃんって確か英語喋れたよね。ね、英語喋れたのになんでカナダに留学行っちゃったのかな。英語圏じゃなくて他の、英語喋れるんだから他の言語を学びに他の国に交換留学でも良かったんじゃないの。ちょっとよくわかんないけど、カナダになんで留学しに行ったの。英語を喋れるのに。ちょっとその辺ちょっと詳しく知らないんで教えてください。ちょっとその辺疑問なんだけど、今日は天気いいですね。昨日集中後傘持ってないのにコンビニ行って傘持ってないのに集中豪雨になっちゃって、もう傘持ってないし、ファミリーマートに雨止むまで長く雨宿りしたくないから、もうしょうがないから自分で寝るんだから、ずぶ濡れになるんだから、ずぶ濡れになりながら家まで帰りました。以上です。